よりはなんか擦った部分を中心に擦ってる部分が光ってる感じに見えますね。うん。マーブルの中にはなんだろう、ほぼ真空なんだけど、うん、こんにちは、 VCP のミクさんです。こんにちは、 VCP の保長です。はい、怪しい雰囲気の中暗いですけど、今日はどうしたんですか。暗い方が都合がいいので、ちょっと暗くさせていただきます。目の前に石があるんですけども、なんか今日石の紹介ですか。いや、石の紹介ではなく光らせます。え、こんなどっかで拾ってきたような石ですか。まあ、河原にも落ちています。石英片岩という名前の石で、透けてるっていうのもあれですけど、ちょっと綺麗めうん石なんだけども、これを今からすり合わせて光らせる。光らせる。ほう、見せてもらいましょう。あ、やっていきます。じゃあちょっと力が弱い弱いなので、今のうちにちょっと種がないかチェック。ないよ。なんか仕込まれてないか。仕込まれてないか。実は中に電球入ってるとかね。ワンチャンある。そんなちゃんとした光り方しないよ。まあなさそうですね。じゃあお願いします。じゃあ大きいの。お、すごいオレンジに光ってる。そう。お、すごいオレンジに光ってる。そう。焦げ臭。そう、なんか焦げたような匂いがするよね。お。臭っ、めっちゃ焦げ臭い。マジか。なんだこれ。ちゃんと光るってよりは。なんか。擦った部分を中心に。擦ってる部分が光ってる感じに見えますね。うんうん。こ、くっさ、何これ、燃えてる、オレンジだね。やっぱうまいっすよ。あ、くっさ、めっちゃ、うん、溶けたような、あったかいしね。前の火打ち石を思い出す。そうだね。光ってるみたいな。光る説明をね、さっき本当疲れるまでこすって光らせたけども、うん、じゃあなぜ光るのかということを説明していきますね。うん、こちらをまず今これが石英片岩っていうんだけど、石英片岩っていうんだけども、うんうん、これ石こすったじゃん。こすったところで何が起こっているのかっていうと、うん、まずこするってことは力学的エネルギー、摩擦をして、まあ、そのエネルギーって熱エネルギーになるけども、なるじゃん、これ寒い時こうやったりすると、 あったかくなりますね。でもなるんだけど、それだけじゃなくて、まあ、もう一個違う使われ方がしてて、はい、まあ、さっきこういうふうにこすった、うん、この周りの空気中の窒素分子が、はい、あのエネルギー高められる、うん、そう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 、まあここに書いてあるんだけども、窒素分子安定した状態がここで高められて、うん、そこからまた安定した状態に戻るときにエネルギーが放出するのね、はいはいはい、それが光エネルギー、うーん、だから光っているように見えるよって。なるほど。そうで、そうちょっと書いたんだけど、石英片岩、うん、あ、石の名前がね、石英片岩っていうんだけども、はい、これ、まあ、見てわかる通り、なんかちょっと白くて、そうですね、光にかざすとちょっと透き通ってるような感じだから、うん、まあ起こってるのは表面でなんだけども、はい、白く透き通った石だから内部まで光ってるように見えるよっていう。じゃあちょっと透き通ってるのがポイントなんですね。そう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 。なるほど。っていうのがこのね、光る石の原理でした。が、その、まあ、同じような原理を使った教材があるので。おお。まあもうちょっと見えてるんだけど。どちらですか。これはプラズマボールと。ほう言います。
よー、ちょっと遊んでて大丈夫。はい。そう、これもね、さっき説明したマチストと言った光る石の原理と同じようなことなんだけども、このプラズマボールの中にはなんだろう、ほぼ真空なんだけど気ガス、ほうほうほう、アルゴンとかネオンとか、ネオン、そう、キセナ、うん、窒素もまあ分かんないけど含まれてるのかもしれない。ほう、まあ、ちょっとなんだけどね。でさっき言ったようにこれは電圧、あのエネルギーを高めてくれる。そのエネルギー高まった状態をプラズマって言うんだけども、そのプラズマ状態からまた安定した状態に戻るときに光エネルギーを、あ、今こんな感じで、そうそうそう、出すから、まあ、さっきと同じなんだけどね、本当に原理、まあ、だからプラズマボールって摩擦の電気板なんですね。ね、かっちょいい、神になった気分、は面白い、全ての電気を 我が手に、楽しい、はい、なるほど、こういう教材があるんですね。そう、こんな教材も今日は紹介しましたが、あ、面白いですね。そうね、ただの石だけども、うん、光ったりこんな風になったり、なったり、ね、いろいろあるんですね。はい、じゃあまた怪しい雰囲気でしたけど、怪しい雰囲気だったけどもまあ次はちょっと明るいやつで明るい雰囲気でいきましょう。じゃあ、はい、そんなことでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。